ツイッターの1日平均アクティブユーザー数は 1.26 億人である。2006年にサービスが開始され、今や世界を代表する SNS の一つになったのがツイッター。その1日あたりの世界のアクティブユーザー数が1億2600万人いるというデータが公開された。毎日それだけの人数がつぶやいたり、そのつぶやきを閲覧し、リツイート、いいねをしているわけだから、非常に巨大なネットワークになっている。Facebook や Instagram と比較して、Twitter の人気の秘密は、手軽さとリアルタイム性にあると言われている。とにかく情報が早いのが特徴。ご存知の通り、Twitter には、1投稿あたりの文字数制限があり、全角140文字、半角280文字となっている。Facebook のように、ある程度読み応えのある投稿が期待されるといった暗黙のルールもなく、一言でも二言でも投稿してよいという気軽さがある。ちなみに、2022年1月の人気ソーシャルメディアのユーザー数としては、国内月間アクティブユーザー数でいうと、LINE は8900万人、Twitter は4500万人、Instagram は3300万人、Facebook は2600万人、TikTok は950万人である。日本人の人口は1億2000万人であることから、ほとんどの人が何かしらのソーシャルネットワークサービスを使っているということになる。逆に、3000万人の人が未だに LINE を使っていないということもわかる。カフェオレとカフェラテの違い。カフェオレはフランス語なのに対してカフェラテはイタリア語。どちらもミルクが入ったコーヒーという意味である。一番の違いはそのコーヒー部分で、比較的浅入りの豆をこしたドリップコーヒーを使うのがカフェオレで、深入りの豆を高い圧力で抽出したエスプレッソコーヒーを使うのがカフェラテである。コーヒーとミルクの分量についても、一般的にカフェオレは50対50でほぼ同量を入れるのに対して、カフェラテはエスプレッソを使うために20対80とかなりミルクの量が多いのが特徴。ハレー彗星の発見者と生命保険について。ハレー彗星は地球の周りを約76年の間隔で接近する彗星である。古くからいろいろな文献にもその記録があり、次に近づくのは2061年の夏頃だと言われている。その周期を見つけ出したのはイギリスの天文学者であるハリー。その名前をつけてハレー彗星となっている。ハリーは古い文献の中にハレー彗星の接近が記録されていることを発見し、そこから軌道があるのではないかと考えた。文献からわかる内容だけを計算して、次にハレー彗星が近づく日時を割り出した。そんな計算が得意なハリーが残した偉業が他にもある。
それが生命保険である。ハリーは生存と死亡の確率を統計的に調べ、無理のない生命表を1693年に作り上げた。生命保険の歴史は古く、最初とされているのは中世ヨーロッパの同業組合が行っていたもの。これは組織内の仲間同士で資金援助や病気になった場合に備えて生活保護もしていて、その中には死亡した際に遺族への生活保障も含まれていた。17世紀になると、みんなで毎月一定の額を出し合って、仲間に何かあった場合遺族へ支払われるシステムができている。しかし、出し合う金額が年齢に関係なく一律だったため、若者から不満の声が続出し、長くは続かなかったそうだ。その頃、ハリーは1歳の者1000人が一定年齢までどれくらいの割合で生存できると見込めるかという生命表を完成させ、本格的な生命保険が誕生したというわけである。ちなみに、日本にこの保険制度を初めて紹介したのは福沢諭吉である。ちなみに、生命保険に加入している日本人は約8割である。それに対して、2チャンネルを開設したひろゆき氏は、頭の悪いお金の使い道第1位として保険を挙げている。生命保険や医療保険は最も無駄で、日本は健康保険が充実しており、どんな病気にかかったとしても個人が支払う金額は高額医療費制度によって数万円に収まるという。保険会社は CM をたくさん打ち、不安を煽る。いざという時の備えと言って、保険が必要だと思わせるように考えを植え付けているという。保険を使うかは人それぞれだが、高い保険料を払っている場合は安い保険にするなど、固定費を見直す価値はあるかもしれない。ディープフェイクについて。人工知能によって本物そっくりの偽動画などを捏造できるディープフェイクという技術が注目されており、悪用などの懸念が広がっている。人工知能によって本人が実際には話していないことを話させたり、人物の顔を巧妙に入れ替えたりして、本物と見分けがつかないような偽動画を作るなど、そういった技術である。例として、たった一枚のモナリザの絵から機械学習によって喋るモナリザを作ることができたり、ダンスをしている人の顔に自分の顔を当てはめて誰もが一流ダンサーになれたり、活用の幅は広がっている。悪用が懸念されるディープフェイク。現在、AI によってディープフェイクを見破る技術の研究が進んでいる。偽造技術の方も日々進歩しており、いたちごっこになってしまう可能性はあるが、法律の整備など、これから急速に進んでいくであろう。ちなみに、フェイクポルノによる名誉毀損などでついに逮捕者が出たそうだ。いずれにしても、インターネット上では自分が目にしているものが本物かどうか判断できない時代がすでに到来しつつあるようだ。
どんな情報も鵜呑みにせず、各自が総合的に判断していく能力が今まで以上に求められていくと思われる。複数の椅子に腕を広げる仕草について、座っている時に他の椅子にも手を伸ばして腕を広げて横行な姿勢で座る人がいる。実はこのような仕草については非常に自分に自信を持っていて快適に感じていることを表している。そして複数の椅子に腕を広げる仕草については、自分のテリトリーを誇示するために本能から出てくる仕草である。要するに、複数の椅子に腕を広げて座る人は、俺は自分に自信があるんだ、こんなにも広い縄張りを持つことも可能なんだぞと言いたい気持ちになっている。そのような仕草を発見したときは、その人物は社会的にも地位の高い人物の可能性がある。そして快適さを感じていることから、あなたに対して悪い気はしていないようだ。このような人物は権力を持っていたり才能を持っていたりするため、仲良くなっておけば後でいろいろと助けてくれる可能性がある。ただ、根拠のない自信家には注意が必要である。東京、自由が丘の地名の由来は、自由が丘学園である。昭和2年、自由教育を掲げた教育者、手塚騎士絵が自由が丘学園を設立した。その石踏みは現在、ピーコックの駐輪場にある。昭和4年、この地にあった九品仏前駅が名称を変更することになった。当時、この地名は、ふすま村といい、通常なら、新しくできる駅名は、ふすま駅になるはずだった。しかし、手塚の自由教育に賛同するヨーロッパ帰りの文化人たちの訴えで、駅名が自由が丘駅に決定した。昭和7年、地名も自由が丘に変更になったそうだ。自由が丘といえば、住みたい街ランキングで必ず上位に食い込んでいる印象がある。2021年、スーモ住みたい街ランキング1位は横浜、2位は恵比寿、3位は吉祥寺、自由が丘は17位であった。ラグビーは実は反則から生まれたスポーツである。ラグビーといえば、2019年のワールドカップで日本が史上初の決勝トーナメントに進出を果たし、日本中が熱狂したことが記憶に新しい。さらに遡れば、五郎丸選手のいわゆる五郎丸ポーズが大流行し、流行語にノミネートされた年もあった。そんなラグビーを見ていて、なぜラグビーボールって楕円形なんだろうと疑問に思った方もいるだろう。他にも野球、サッカー、バスケットボール、テニス、卓球など様々な球技が存在する。が、どの球技でも使用されるボールは球形をしている。他のスポーツと同様に、ラグビーボールが球形だったとしても、
競技が成り立ちそうだが、なぜラグビーボールだけが楕円形になったのか。実はボールが楕円形であることによってラグビーというスポーツをさらに面白くしている一面がある。まずはラグビーというスポーツが誕生したきっかけについて。ラグビーの原型となった競技はサッカーであり、実はサッカーの競技中に行われた反則がきっかけで誕生した。一説によるとウィリアム・エリスという人物がサッカーの競技中にボールを抱えてゴールに向かって走り出したことがきっかけと言われている。この反則から意外と手で持って走るのも面白いということでラグビーが誕生したと言われている。実はラグビーが誕生した当時、ボールは楕円形ではなく球形をしていたそうだ。また当時のボールは重くプレイがしにくいという声がたくさん上がっていたことからボールに改良が加えられた。そして軽量化を行う過程でボールが楕円形になっていった。ボールに改良を加えた人物はウィリアム・ギルバートという人物とされている。ギルバートはボールの軽量化をする際に試行錯誤を重ねた結果、豚の膀胱を使うことを思いついた。そして豚の膀胱を膨らませた形こそ現代のラグビーボールにもつながっている楕円形だった。豚の膀胱を膨らませ、それに牛の皮を貼り合わせることによって誕生したのが初代ラグビーボール。また実際に使用してみたところ、球形のボールとは異なり、ボールがどこへ転がるか予測しにくくなり、さらなるゲーム性を生み出した。ボール自体も軽くとても走りやすくなったことから、そのまま楕円形のラグビーボールが採用されることになった。ちなみに一世を風靡した五郎丸歩夢選手、彼は2021年4月に現役を引退し、アスリート育成などを目指す県の大使に就任した。今後は指導者としての活躍を考えているそうだ。もやしを漢字にすると可愛くなる。もやしは漢字で書くと草冠に明るいと書いてもと読み、ひらがなでやしと書いてもやし、もしくは漢字一文字でもやしを表す漢字もある。この草冠に明るいと書くも、この漢字に反応する方もいるだろう。萌えといえばアニメのキャラクターやゲームのキャラクターである。しかし可愛い子限定である。ひょろっとしたもやしとはイメージが真逆。このもやしのもは本来草木の芽が出る物事の起こり、兆しという意味である。よく最近の子供の名前にも使われるが、決してただ可愛いという意味で使われているわけではなさそうだ。可愛いという理由でつける方もいるだろうが、実際はしっかりと意味がある。もやしはこの草木の芽が出るという意味から取られたそうだ。なぜアニメキャラや
可愛いものに対して萌えというのか。そもそもアニメなどの萌えという言葉は燃え上がるというところから来ているらしい。可愛いものを見たりキュンとした時に心が燃え上がる、燃える、萌えということだそうだ。では漢字が違うじゃないかと思うであろう。そう、萌えは草冠に明るい方の萌えであって、燃える方の萌えではない。ここにはもの本来の意味が関わってくる。草冠に明るいのもには草木の芽が出るという意味がある。キュンとした気持ちが芽生えたことによって心が燃え上がるというわけである。先ほども触れたが、この「も」という字は名前に使う方も多くいる。有名なところでも山口萌さんや AKB グループの中にも数人いる。他にも調べてみると大人な女優さんにも結構多いらしい。ちなみにもやしは 95% が水分のためカロリーが低く、タンパク質、炭水化物、カロテン、ビタミン C、カルシウム、食物繊維などがバランスよく含まれている。ヘルシーなのに栄養豊富な食材である。中でもビタミン C においては豆を発芽させることによって生成されるほか、ビタミン B2 が豆の時の約3倍に増える。食物繊維も豊富で、豆の時よりもタンパク質が吸収しやすくなっており、カルシウムや鉄分も豊富に含んでいる。腰に手を当て肘を張る仕草について、よく肝っ玉母さんが子供を叱るときに腰に手を当て肘を張る仕草をすることがある。この仕草は警察官や軍人が行うことが多いが、権力を誇示し力強い縄張りを主張する仕草であり、相手の問題を指摘するときにも自然と出てくる。したがって、誰かが腰に手を当て、肘を張る仕草をしたならば、権力を誇示しようとしているか、相手の問題を指摘しようとしていると判断することができる。また、相手に権力で訴えたいときや、相手の問題を指摘したいときは、腰に手を当て肘を張る仕草をすると非常に効果的である。この仕草をすると相手も本能的に圧迫感を感じて、ついつい相手の言うことに従ってしまうのである。ちなみに癖で気づかずよく腰に手を当てている場合は、上半身を腕の力で支えている。これは姿勢も悪くなり体に変な負担を与えているため控えた方が良いだろう。台風が秋に集中して上陸する理由。年によっては梅雨の時期に上陸したり、12月になってからも台風がやってきたりすることもあるが、普通の年は台風の上陸はだいたい秋に集中している。これはなぜなのか。日本では確かに台風の上陸は秋に集中しているが、実は
台風そのものは一年中発生しているのである。台風は熱帯性低気圧の規模の大きなものなので、その進行を遮るものがあれば、それを避けて進もうとする。日本列島は太平洋高気圧にすっぽりと覆われていることが多いため、台風は近づこうとしてもそれてしまう。ところが、8月9月になると、この太平洋高気圧の勢力が衰えて、台風の通路ができてしまう。そして、ちょうどこの時期に、日本の近くに台風が接近することが多いため、そのまま上陸ということになるわけである。冬になると、日本はまた高気圧に覆われることが多くなるため、台風は近づくことができないという。海の水がしょっぱい理由。海の水がしょっぱいのは、岩石に含まれる塩分が雨で溶け出して、川から海へ流れ込んだためという説がよく知られている。ところがもう一つ、海水の塩分はもともと地球の内部にあったものという説もある。地球の内部というのはマグマのこと。高熱でドロドロに溶けた状態のマグマが冷えて固まるときに岩礁水という塩分をたっぷり含んだ水を残す。この岩礁水は陸上や海底の火山活動に伴って地表や海へと吹き出される。そしてそれが海水と混ざり合ったというのである。そもそも塩分というのは塩化ナトリウムのこと。岩石も岩礁水も分析するとどちらも塩化ナトリウムが多く含まれている。そのためどちらの説も正しいとされている。昔話で有名なものだと、潮が延々と出てくる石臼が船と共に沈み、今でもその石臼が潮を出し続け、それが原因で海の水がしょっぱくなったと伝えられてきた。この昔話はもともとはノルウェーの民話、ノルウェー民話集に収集されていた。日本やギリシャなどそれぞれの国に類話が見られ、細かい設定は異なるが、それぞれの形で語り継がれてきた。アメリカのネット通販での返品率は 30% である。ある調査会社の発表によると、2018年、アメリカのホリデーシーズンで、アマゾンの売り上げが約14兆円だったのに対して、約4兆円もの返品があったそうだ。返品率としては、30% という高い数字となっている。返品は、小売業者にとってコストと手間のかかる作業で、場合によっては、そのまま新品として売れないケースも出てくるため、小売業者は、中古品などを扱う再販業者と組んで、返品後の商品の販売フローを整えていることは一般的なことだそうだ。また、Amazon では、一定の条件はあるものの、基本的には、返品を受け付けるポリシーを掲げている。それにもかかわらず、Amazon では返品をいくつか行ったユーザーのアカウントが突然凍結されたという事例が
ユーザー側から数多く報告されている。これは返品行為自体がコストになっているため、そうしたことを複数回行うユーザーを締め出したいというアマゾンの狙いが見て取れる。ネットショッピングによって交通費や足を運んで手間をかけて買いに行かなくても良い世の中になったが、実物を見て買わないことによるイメージの相違で返品率が高くなっていることが考えられる。実店舗販売による返品率は 8% 前後と言われており、ネットショッピング事業としては、この 22% の差を埋めることが、今後大きな利益を出す上で大切なことになっていくかもしれない。ガムとチョコを同時に口に入れるとどうなるのか。答えはガムが溶ける。ガムはポリ酢酸ビニルという有機物をベースにできているため、唾液の水分では溶けることができない。そのため口の中でいくら噛んでも溶けないが、同じ有機物の油類と混ざった時は話が別である。チョコレートにはココアバターという高中温度で溶ける柔らかい油脂が含まれているため、ガムを噛みながらチョコレートを食べると、この油脂がガムを柔らかくして溶かしてしまうのである。同様に髪の毛にガムがついた時には水で洗っても取れないが、ムースなど油脂でできているものをかけると簡単に取り除くことができる。ちなみに服や靴についたガムについては溶かすか冷やすのが良いとされている。まずビニール袋と氷を用意して、ビニール袋に氷を入れ、ガムに10分ほど押し当てる。そして硬くなったガムを剥がし取る。ガムは高中温度など温めると柔らかく粘着性が強くなり、逆に冷やすと硬くなり粘着性も弱まる性質を持つ。そのため氷で冷やすとガムが固まって剥がし落とすことができるようになる。溶かす方法については、先ほど紙についたガムを取るときと同じように、サラダ油やオリーブオイル、ヘアオイルなど油とティッシュと使い古しの歯ブラシなどがあれば簡単に落とすことができる。油をガムに数滴垂らし5分ほど放置。ティッシュでガムをゆっくりと剥がし取る。そして歯ブラシでガムのついていた部分を優しくこする。最後にティッシュで拭き取ることできれいに取ることができる。蚊を参考にした注射針がある。人間の血を吸う蚊はメスだけで、オスは花の蜜や果汁を吸って暮らしている。蚊の唾液には血が固まらないようにする物質や痛みを麻痺させるタンパク質などが含まれており、これらのタンパク質がアレルギー反応を起こして蚊に刺されると痒くなるというメカニズム。また蚊に刺されても痛くないことをヒントに、テルモと岡野工業によって共同開発された注射針は世界一細く、およそ 0.2 ミリメートルしかない。
糖尿病治療で使うインスリン用注射針で実用化され、日本産業デザイン振興会のグッドデザイン賞を受賞している。ちなみに2021年グッドデザイン大賞に輝いたのは、遠隔就労・来店が可能な分身ロボットカフェ。このカフェでは、すべての人に社会とつながり続ける選択肢をテーマに、ALS など難病や重度障害で外出困難な人々が分身ロボットを遠隔操作して働く常設実験カフェである。社会課題をテクノロジーによって克服し、動けないが働きたいという意欲ある人々に雇用の場を作るばかりか、ここから企業就職するケースを生む。2018年に協賛やクラウドファンディングによる大きな支援を受け、初開催に至ったそうだ。場所は日本橋にあるという。唇を舐める仕草について、人間はストレスや不安を感じると唇が乾くため、ついつい唇を舐める仕草をしてしまう。したがって、相手が唇を舐め始めたら、ストレスや不安を感じていると判断すると良いだろう。例えば、大事なプレゼンテーションの本番の前など、緊張してきたなぁと唇を舐めることが多い。また、会社の朝礼などでみんなの前に立って何か話をしないといけない順番が回ってきた時も、その直前には唇を舐める人が多い。このように唇を舐める仕草については、緊張して唇が乾いたのを濡らす効果と、唇を舐めることによって心理的に落ち着かせるというなだめ効果もある。ちなみに、なぜ不安やストレスを感じると唇が乾くのかというと、緊張をすると交感神経が活発になり、体が戦闘モードに入って唾液の分泌が少なくなるからである。唾液の分泌は食べ物を消化するという、どちらかというと安心安全な時に行われるものだからである。戦闘の時には食べ物を消化するなどといった悠長なことはやっていられないため、唾液の分泌も少なくなり、戦闘準備に全エネルギーを集中するようになる。唇が乾燥する時はリップクリームを塗るようにしよう。唇を舐めると一時的に唾液で湿るだけで、やがて唾液が蒸発して唇の水分が奪われ、その結果ますます乾燥がひどくなってしまう。ひどい時は赤みができたり痒くなったりすることがある。これは舐め回し皮膚炎や舌舐めずり皮膚炎とも言われ、繰り返し舌で舐めることによって口の周囲が荒れてしまう皮膚病の一種である。人工知能 AI により、誰でもバッハらしく作曲できる無料ツールを Google が公開した。2019年3月21日、Google が自由に入力されたメロディーに対して、人工知能 AI がバッハ風の和声を自動的に追加してくれる作曲ツールを提供していた。
クラシックの作曲家であるバッハの音楽は、優れたハーモニーと旋律をいかに書くべきかについてのルールを持っているため、音楽を習得するために機械が学習する上で素晴らしい教材だったようだ。機械学習ではデータを収集して、そのすべてのデータの中で類似したパターンや構造を見つけ出す。そしてそのパターンを利用して新しいものを創造する。このツールの機械学習のデータとしては約300曲のバッハのコラールが用いられた。常にソプラノ、アルト、テノール、バスの4声で書かれている。ちなみにこのツールが発表された3月21日はバッハの誕生日である。古代中国で不老不死の薬として流行した五石散。五石散を飲んで体が熱くなることを散発という。熱が出れば五石散が効いている証拠だが、熱が出ないと死んでしまう。五石散を飲んで熱を出すために歩いたことから散歩という言葉が生まれたそうだ。五石散は漢方だが、強い抗精神作用を生み出す。気分が高揚して万能感を味わえるハイの状態になるそうだ。一方で副作用として皮膚が炎症を起こしてただれたり、冷たい石に抱きつかないと熱くて眠れないくらい激しい発汗作用を持っている。中毒者の間では副作用の皮膚炎の刺激から体を守るために広いダボダボな衣服を着ることが流行した。また薬を服用すると体は痩せて顔は色白になることから、五石散を服用できるほど裕福ではないのに見栄を張りダボっとした服を着て絶食し、街中をフラフラしながら歩く人間までいたようだ。気になる人に自分への興味や好意を持たせる技術、ミラーリングについて。進学や就職、転職などで一から人間関係を築いていくのは本当に苦労すること。また、仲良くなりたい相手がいる場合にどうアプローチすればよいかわからないという人も多いのではないだろうか。誰かと仲良くなりたいなら、まずは相手に自分への興味や好意を持ってもらう必要がある。人間は自分と共通点が多い人間に興味や好意を持つ傾向がある。例えば趣味が合うなど共通点がある人とは自然と会話も広がるし、自然と仲良くなれる。これを利用してまずは相手に、この人は自分と共通点や似ている部分があって気が合いそうだと思わせるのである。そのためまずは会話の時に自分と相手との共通点を見つけることから始めると良い。とは言っても共通点が見つけられなかった場合はどうすれば良いのか。その時はミラーリングという技術を利用して相手との距離感を縮めると良い。ミラーリングとは相手の行動や仕草を真似することであり、相手に自分と共通点があるように
思わせる技術である。例えば仲良くなりたい人がコーヒーにミルクや砂糖を入れたら、普段自分がブラックを飲んでいたとしても真似をしてミルクや砂糖を入れてみると良い。たったそれだけで相手にとっては、この人もミルクと砂糖を入れる人だと思わせられる。それだけでも意外と相手は注目をしていて、あなたもミルクと砂糖を入れるんですね、苦いのは苦手ですか、など話題の一つにもなる。またコーヒーを飲むタイミングについても相手の動きに合わせてみると良い。そのような細かい共通の行動や仕草を積み重ねることによって、自分へ興味や好意を持たせられるのがミラーリングである。ミラーリングを使うときは、あくまでさりげなくを心がける。あからさまに自分の行動が真似されていると感じれば、さすがに相手も不気味に思ってしまう可能性がある。ミラーリングは細かい積み重ねが大事で、あからさまにすべての行動を真似ることではない。実行しやすいところだと、相手が腕を組んでうーんと考え始めたら、自分も同じように腕を組んでうーんと考えるとか、相手が足を組んだら自分も足を組んだり、立って話している時も相手と同じような立ち方をするだけでも、無意識の領域で相手から自分への思い、行為をコントロールすることができる。これは就職活動の面接などあらゆる場面で利用することができるため、覚えておいて損はない心理学である。記念日を作る日本記念日協会とは、記念日というと恋人同士をイメージするかもしれないが、実は毎日のようにいろんな記念日があるのをご存知だろうか。どんな記念日があるのかというと、パソコン検定の日、神戸プリンの日、孫の日など、こういった記念日、実は日本記念日協会が決めているという。日本記念日協会、その始まりは今から30年以上も前に、一人の放送作家加瀬清さんがラジオ番組のネタ探しの一環として記念日を調べたところから始まったという。当時取り上げた記念日は6月10日の時の記念日。ラジオ番組で時計にまつわるエピソードを取り上げたところ、評判がすこぶるよく、その後も記念日を取り上げ続けたところ、いつしか記念日博士と呼ばれるようになった。1週間に10本以上の番組に携わり、売れっ子だった加瀬さんは、過労で体調を崩したのをきっかけに長野県の佐久市に移住を決意。その翌年に記念日をまとめてみようと思い立ち、日本記念日協会を立ち上げ、1992年から正式に記念日を登録し始めた。ちなみに記念すべき登録第1号は9月2日のダイアナの靴の日。婦人靴販売で全国展開している会社が、靴の素晴らしさを多くの人に知ってもらうのを目的としたものである。ここで一つの疑問が出てくる。記念日はどうやって決まっているのだろうか。
日本記念日協会に登録されている記念日は、7人の審査員が毎週月曜日に審査会で決めているのである。この7人、一体どんな人物かというと、加瀬さんが仕事で知り合った会社経営者や主婦、学生、そう、いわゆる普通の人である。現在は東京や岡山、北海道など全13人で構成されており、審査内容に合わせて都合がつく人に会議に参加してもらって決めているという。記念日登録の合否の判断基準はズバリ、登録して世の中に愛してもらえるかどうかである。ここで普通の人の価値観が重要となるのである。ちなみに最近では審査員になりたいという申し出もあるらしいが、今のところ募集はしていないらしい。基本的には企業が商品 PR 目的で記念日登録をしているのが大半だが、実は個人、つまり私たち一般人でも記念日の申請ができるのである。申請に必要なのは記念日の由来と目的、そして登録料の10万円である。申請が通れば10万円で自分や家族、恋人だけの記念日ができる。オリジナル記念日。登録料を高いと取るか安いと取るかはあなた次第である。日本記念日協会に登録されている記念日にこんな記念日がある。1月21日、ライバルが手を結ぶ日。2月3日、左遷の日。2月13日、銀行強盗の日。といったように、記念日にしていいのかと思うような面白い記念日がある。シャチは音楽マニアもうならせる肥えた耳を持っている。海のギャングと言われるシャチ。シャチは海洋生物の中では最強とも言われ、映画ジョーズでおなじみの怖いホオジロザメでさえシャチにはかなわないそうだ。しかしこのシャチ、意外なことに愛らしい一面も持っている。なんと音楽を聴く肥えた耳を持っている。シャチはイルカの仲間のため感度が良い耳を持っていることは以前から分かっていたが、シャチを長年見続けていたカナダのとある研究者の実験によれば、音楽に非常に良いノリを見せるそうだ。まずシャチにベートーベンのバイオリン協奏曲を聴かせたところ、それまで静かに泳いでいたシャチが跳ねたり仰向けに泳いだり口をパクパクさせたり、また尾ひれを振ったり曲のリズムに合わせて盛んに体を動かしたりしたそうだ。これは面白いということで、その研究者はシャチにいろいろな音楽を聴かせた。するとどんな曲にもシャチはよく反応したのである。ただ同じ曲を続けて聴かせるとシャチはその曲に反応しなくなった。つまりシャチは一度聴いた曲を覚えているのである。海の中では様々な音が聞こえる。そのため
同じ曲の繰り返しでは単調すぎて反応しなくなるのではないかと、その研究者は考えている。人間も水中と水上で音楽を聴くことができるが、2017年にロンドンで水中と水上で異なる音楽を聴く不思議なイベントが開催された。このイベントは水面を境に2つの異なった音楽が演奏される。参加者は水着を着て水に入った後は水に潜って水面下の音楽を聴くか、それとも水面から顔を出して別の音楽を聴くか、それとも体を浮かせて両方の音楽を同時に聴くか選択することができる。参加者の一人は夢の中にいるような感覚だった。水中と水上で異なった音楽が演奏され、同時に壁には巨大な植物や顔が映し出され、プールも色鮮やかにライトアップされ、没入感が大きく奇妙ではあるがリラックスできるイベントだったと振り返っている。このような奇妙なイベントを探して参加してみるのも面白いかもしれない。ミッキーマウスはウォルト・ディズニーの部屋にいたネズミだった。ディズニーランドの看板といえばミッキーマウス。ミッキーマウスは今や世界中の子供たちのアイドル、永遠のキャラクターと言ってよいだろう。さて、この可愛いキャラクターをアニメ映画の主人公として世に送り出したのはもちろんウォルト・ディズニーだが、ではミッキーマウスはどういうきっかけで生まれたのか。ウォルト・ディズニーは19歳の頃から短編漫画映画を作っていた。なかなかうまくいかず、ひどい貧乏暮らしをしていた。そしてその仕事場に出没していたのがネズミたち。通常であれば嫌われ者であるはずのネズミたちも、動物好きのディズニーにとっては友達で、捕まえては餌をやったりしていた。そしてその中の一匹が特に懐き、彼はモーティマーと名前をつけて可愛がった。そうこうするうちにその仕事場を去ることになった。ウォルト・ディズニーはネズミたちを離してやったが、モーティマーだけは名残惜しそうにしていてなかなか去っていかない。そう、このネズミがその後ミッキーマウスのモデルとなった。ちなみにパソコンのマウスを動かした距離を表す単位はミッキーである。1ミッキーは100分の1インチ、約 0.25mm を表す。もっとわかりやすく表すと 1mm イコール4ミッキー。この由来はもちろんミッキーマウスから来ている。命名者はマイクロソフト社でプログラマーをしていたクリス・ピーターズである。 Windows のマウスドライバーを開発していた彼がミッキーマウスにちなんでジョークとして名付けたという説が有力である。